はい、今回ですね、輪塚町のお茶摘みのバイトに初めて行きまして、そこでですね、初めて見たのがこれ竹の花ですね。むしろ竹って花咲かすんすね。これびっくりで、思わず動画にしましたけど、この竹の花120年に1回しか咲かないものらしくて、かなりレアなのかとは思いました。でまあ、現地の人曰く結構咲いてるところもあるので、そんなレアなのかっていう疑問符も同時には出ていました。でちなみにこれ竹林一帯が枯れるそうですね。竹って花を咲かせるともう枯れてしまうものらしいです。で竹林一帯が一斉に枯れてしまうので、不吉なものと言われてるそうですね、竹の花っていうのは。で周期としては調べるとサイトによってばらつきあって、60年から120年らしいですね。なので結構レアな位置づけだそうです。そしてですね、竹の花っていうのは1回で咲いてしまうと、その竹林ですね、花をつけた竹もしくはその竹林一帯が全部枯れてしまうらしいんですね。なので竹を取り扱う企業にとっては実はすごく嫌なものらしいですね。でもまあ120年から60年なんで、人一人の人生の中でまあ1回見れるか見れないかぐらいレアなものではあると言われています。でまあ次見られるのがまあ120年後なので、まあどうかなという感じです。はい、だから結構レアなもの見えてよかったなっていう感じですね。まあ今やっぱり探すと全然ないので、はい、てなわけでですね、ブルースクリーンからようやく立ち直ってパソコン直ったので、まあ、ぼちぼち輪塚町からですね、今の外堀プレイソンのリフォームの、まあ、間に合えばアップしていきます。ではでは。